ジーン・バリーは、アメリカ合衆国の俳優、ニューヨーク出身、本名ユージーンクラス、ユダヤ系の家庭に生まれる。祖父母はロシアからの移民であった。20代前半から本格的に俳優としてスタート、したが、主役級の俳優として認められたのは30歳過ぎと、遅咲きだった。その安定感ある存在を買われ、医師役や刑事役、探偵役、 学者役と私的なイメージが先行する職業の役に多くキャスティングされる。ハンサムなルックスから第二のクラークゲーブルの異名を取った。1953年の古典的な SF 映画宇宙戦争に主演。余すところなく持ち味を発揮、作品もヒットし当たり役となった。後年テレビシリーズで新シリーズが作られ、バリーは出演はしなかったものの、 続く2005年の同盟リメイク、宇宙戦争においては、特別出演的な扱いで、亀を出演した。1957年製作の西部劇、テレビドラマ、バット・マスターソンが1959年開局したばかりの日本教育テレビで、夜7時から放映され、このねの数少ないヒット番組となった。 悪の強い立達男というバリーの個性は、この番組によって印象付けられた。1960年代は、多くのテレビドラマに出演。バークに任せろシリーズでは、お気楽で、コミカルなバーク所長役を演じる。そして1994年から1995年まで、新シリーズが復活、ライフワークとして定着した。ピーター・ホープ主演の大ヒットシリーズ、ケージ・コロンボでは、 殺人処方箋というエピソードで緻密な完全犯罪を目論む巧妙な精神科医を演じ、コロンボと対決。パイロット版であるためシリーズには数えないが、このエピソードが事実上、コロンボシリーズの第一作目となる。1968年にはイスタンブール特急に主演。その後も1980年代まではテレビ、映画両方で活躍し、健在ぶりを見せていた。 最もボンドに近く、そして実現しなかった俳優とも呼ばれ、かねてから007こと、ジェームズ・ボンド役の候補者として、常に名前が挙がった人物としても有名であった。ショーン・コネリーと役を争い、そして三代目のボンド役をかけて再び白羽の矢が立ったものの、結局ロジャー・ムーアに敗れた。日本では、若山玄蔵が吹き替えを担当することがほとんどだが、 こうした逸話を意識したオマージュなのかは不明である。2009年に入所していた高齢者福祉施設で死去した。芸名のジーン・バリーは俳優ジョン・バリモアに敬意を表して付けられた。バリーは1944年に舞台女優として活躍していたベティ・クレール・カルブと結婚し、彼女が死去する2003年まで約58年間夫婦であり続け3人の子供を授かった。 ありがとうございます。